株式投資虎の穴、林投資研究所チャンネル。こんにちは、林智之です。そして、チャンネル虎の穴の金曜日虎の穴今日から4回シリーズでお送りするのは、投資を始める前に考えるべきこと12え投資を始める、株の売買を始める前に、これを考えてほしいというのをね、12項目あげますが、 これから始める人だけでなく、ベテランの皆さんにも耳を傾けてもらいたいと思います。私自身もこうやって喋りながら、あ、ここの部分自分で考え直してみよう。基準を作り直してみようかな。こんな風にね、思うことが多分あると思います、えー。なるほどと思ったら高評価、グッドボタンお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。 4回シリーズですから12項目を3項目ずつお送りします。えー、今日はですね、まず1番。お金って何お金って何ってお金だよって話ですけれどもね。まあ、普段使うようなね、金額。これはね、どうってことないと思います。3000円、5000円、あるいは1万円。多くても数万円ですかね。 これね、えー、友達と割り勘で払う、えー。いちいち喧嘩しません。数千円のものを見て買うか買わないか、パッと決めることができます、えー。上手に使いこなせると思いますけれども、突然100万円もらったらどうでしょうか。何か臨時収入が100万円あった。あ、これどうしよう。こんなふうにね、思うかもしれません。1億円の宝くじに当たったら、 どうでしょうか。あの、高額当選者にはね、特別な冊子が渡されるそうです。その日から読む本。金融の専門家とかね、法律家とか心理学者とか、いろんな人がね、関わって作っているんですけれども、1億円ね、あるいは3億円、そういうね、大きな金額を受け取る前に、ゆっくり読んで、落ち着いてください。まあ、こんな内容なんですね。 でもね、これをね、えー、熟読してもね、お金に溺れてしまうような人がね、少なくないそうです。やっぱり準備が足りないわけですよね。突然1億円、3億円ね、手元に入ってきたらおかしくなってしまうということです。もう少しね、その辺にありそうな話だったら、例えば、痴漢ですね。電車の中の痴漢。痴漢にあった女性は、自分を守るため。 あるいはね、社会のためにね、チカーンって、助けて大きな声を出さなければいけないと思う。でもね、なかなか声が出ないわけですね。そういうのね、とことん練習してないと、その場でね、対応できるものではありません。やっぱりね、こう、普段からこう、考えておくっていうのは必要ですね。日本は金融教育がね、 遅れていいるこんなふうに言いますね、えー、例えば、お年玉を渡してね、ついね、えー、親が、無駄遣いするなよなんてね、プレッシャーかけちゃうんですけれども、いいじゃないですか、ね。そんな余計なこと言うんならね、渡さない方がいいわけです。子供にあげたんだからね、えー、好きに使わせて、経験させればいいじゃないかと、えー、こんなふうに思うんですけれどね。こうお金をね、えー、タブー視している。 ようなところがありますね。だから、親自身が、お小遣い、えー、あるいはね、お年玉をあげて、えー、ドキドキしちゃってると、ねえー。もうそれだけでね、親のキャパを超えてしまっているのかもしれませんね。えー、性教育もそうですね、えー。どこかのですね、先生がですね、性教育の教科書を作るのに、図解入りで、こうして、ああして、なんてのね、作っちゃったらしいですね。そんなね、行為を教えるのが性教育じゃないわけですね。 金融もそうですね。証券口座の作り方とかね。いざ行動するときには必要ですけれども、そうじゃなくてお金って何だろうどういうものだろうこういうことをね、考える、議論する、話し合う。親子で、えーね、タブー視し,しないで話をする。まあ、こういうことが必要ですよね。お金というのは大切なものです。大切にするということはね、触れないということではないわけですね。 えー、積極的にね、えー、やっぱり取り上げて議論するべきです。そういうものが足りないと、低金利だから何かやらなきゃいけないなんていうね、脅迫関連で行動をしてしまったりします。老後2000万円、えー、このね、キーワードでね、えー、脅された人も多いと思います。まあ、実際ね、あのー、年金だけでね、あのー、まあ、 悠々自適とはいかないから、ある程度ね、蓄えておこうよというのはありますけれどもね、この2000万円というのはね、ちょっと情報の切り取りがあったと思います。それから詐欺ですね。これね、特別な話だから、なんて言われてね、騙されてしまうというのもありますね。普段からやっぱり考えて、お金の仕組みとかそういうものを自分なりにね、きっとこういうふうになって、こういうふうに流れているんだろうな、 こういうことをね、考えているかいないかでね、全く違います。タブー視するということと、まあ、イコールではないかもしれませんけれどね、一時に流行った製品という思想がありますね。無理にお金を求めない。清らかな行いを重んじて、貧しい生活に休んじる。貧しい生活でも満足して暮らす。 というやつです。このチャンネル見てね、私の話を聞いている皆さんはね、えー、製品思想に傾いているということはないと思いますけれどね、この、まあ、製品思想、お金ってなんだ、ね、この辺考えていくとね、えー、このね、えー、幸せはお金で買えないのか、まあ、こんなね、えー、議論も出てくると思います。あのー、 高額の、ね、治療を受けてね、命が助かったような人はね、お金で命を買ったんだ。こんな風に言うと思います。あるいはね、お金がなくて、どうもね、人間的にね、おかしくなっちゃうと。貧すれば鈍する。こういう言葉があります。同じような意味で、衣食足りて礼節を知る。こういう言葉もありますよね。 やっぱりお金はあった方がいいんですよね。小さい車、ね、小さいエンジンを乗せた小さい車で時速100キロで走ってアップアップ。これよりもね、時速300キロ出してもね、えー、もう安心なね、でかい車、でかいエンジンを積んだでかい車で時速100キロで走る。この方が安全で快適で運転のクオリティも高いと思います。まあ、じゃあどれだけ必要なのかっていうとね、 これは人によって違うと思いますが、さっき言ったようにね、大きな金額にビビらない。これは重要ですよね。あの、自分のイメージね、自分があ持つ金額のイメージ。これ500万円が限界だったらね、それ超えた時にドギマギしちゃってダメですよね。えー、もしね、500万円というイメージしかなかったら、600万円、700万円と増えた時にね、おそらくね、 それをね、無駄遣いしちゃう。株で損しちゃう。無意識が働いてそうなる。ねまあ、そういうね、人間の不思議な心理があります。えー、自己イメージというものをですね、えー、大きくしておく。これはあの変な精神論じゃないんですね。そうやって、えー、準備しておく、ゆとりを持つということです、ねえー。大きなエンジン、大きな車でゆっくり走ろうと。こういうことです。 まあでもね、その大きなお金を扱う前にね、やっぱり普段のお金、こういうところからね、スタートしますよね。お金をね、えー、増やす、貯める。えー、まず思いつくのは節約ですね。じゃあ節約ってどうなのっていうことなんですけれども、えー、私からね、えー、あげたいのは、節約してもお金は増えない。ということです。 節約もね、重要ですよ。それから、例えばね、積み立て。毎月ね、5000円でも1万円でもいいからね、積み立てていく。それでね、株とかね、投資信託を買う。こういうのもね、いろいろやりやすくなってます。金額を決めて、その金額で買える数量だけ毎月買っていく。ドルコスト平均法。これもね、なかなかあの優れているんですよね。金額を決めて、 株価が、あまあ、株を買うんだったら株価が安い時がたくさん買うと。株価が高い時には少ししか買わない。で、これをね、えー、続けていくと。えー、なかなかあいいものですよね、えー。おすすめします。それから、あじゃあ、1万円の買い物をね、えー、やめる。諦める。確実に1万円手元に残る。これだってね、馬、え、鹿、ー、にできないわけですね。えー、でも、1万円を、じゃあね、えー、稼ぐのに。 どれだけ必要かまあ普通にね、働いたらね、えー、パッとね、5分10分で稼げるもんじゃないわけですけれども、じゃあ金融だったらどうでしょう。まあ今、低金利ですけどね、えーまあ、1%、仮にね、1%の金利がつくとして、100万円まとまった金額を用意してね、これを1年間寝かせておかないと1万円稼げないわけですね。まあ、なかなかね、えー、地味な行動ではね、 限度があるということですね。え、それからね、こう、無理に節約してね、我慢なんて続きません。それから、友達付き合いだって必要です。そういうものを壊してまでね、節約するっていうのは非現実的ですよね。まあそこでね、え、まあお金は、まあ上手に使おうと。それから、お金はお金に稼がせる。投資、運用。 こういう発想になっていくわけですね。えー、だからね、えー、お金を増やす。えー、この増やすをね、わざわざこんな字を使ってね、えー、食ですね。離職の食。えー、こんな風にね、えー、表現しましたけれどもね。これね、えー、株の売買で稼ぐというとね、不労所得だなんて言う人いるんですけどね、とんでもないわけですよね。じゃあね、レストラン行ってね、1万円のコース食べてね、おい、これ、原価いくらだ そんなこと言いませんよね。まあそういうことを言う人たまにいるんですけれども、そういう人はね、社会というか、お金の仕組みというかね、全然考えていない、分かっていない、そんなふうに思います。だってね、その料理の腕を磨くのにね、どれだけ苦労したのか、そのお店を用意するのにどれだけリスクをとっているのかとか、いろいろありますよね。 ウェイター、ウェイトレスのね、声かけ、そういうものも含めてね、えー、エンターテインメントじゃないですか。そこにお金を払っているわけですよね。じゃあね、コンサート行ってね、あんたね、一人でマイク持って気持ちよく歌ってるだけじゃないかと。それなのにね、これだけ大勢の人から5000円、1万円取るんかいと。そんなこと言いませんよね。やっぱりね、えー、そんなひねくれたことを言わずに、えー、自分でね、えー、お金を増やすことを考えたら、 まあ健康的だと思います。健全だと思います、えー。運用と言いましたけれども、必ず危ないことをやって、なんかね、えー、利益を取りに行くということだけではないわけですね、えーまあ。インフレ、通常のインフレの状況だったらば、お金の価値というのは下がっていきます。物の値段がじわじわと上がっていくから、お金の価値は下がっていく。 だから、物に変えておこうということですね。物というのは何かというと、不動産であったり、株であったり、外貨も物です。日本円に対して米ドルは物。貴金属なんていうのもありますけれどもね。そういうものに変えて、目減りしないようにしよう。単純に金利をもらうというのも含めてですね、目減りを防ぐというのが運用ですね。守りです。 プラスね、えー、さらにね、えー、もう少し攻めていこうっていうのがね、株式投資なわけですけれども、はい。まあ、こんな風にね、えーまあ、高い視点からあーものを考えて、えー、余裕でね、取り組んでもらいたいと思います。はい。次回はですね、えー、じゃあどうすれば増やせるのかと、いう、少しね、えー、具体的なところに入っていきたいと思います。はい。えー、来週をお楽しみに。 最後までご視聴ありがとうございます。